二台のピアノのためのソナタは、イーゴリ・ストラビンスキーが1943年から1944年にかけて作曲したピアノ二重奏曲。ストラビンスキーがハリウッドに住むようになった時代に移植を受けずに書かれたバレエの情景とほぼ同時期の作品である。ストラビンスキーによる二台のピアノのための作品としては、他に二台のピアノのための競奏曲があるが、規模は 本曲の方がずっと小さい。ストラビンスキーによると2台のピアノのためのソナタはもともとピアノ独奏曲として作曲を始めたが4つのセーブをはっきりさせるために2人用に直したという。また競奏曲は息子のスリマと共に何度も演奏したが、ソナタの方はストラビンスキー本人が演奏会で弾いたのは一度しかない。1944年7月に ナディア・ブーランジェとリチャード・ジョンソンのピアノによって、ウィスコンシン州マディソンのドミニコ女子修道会で、荘演された。3つの楽章から構成される。モデラート主題と変装アレグレット演奏時間は、約11分。第1楽章は、え、長々で、典型的なソナタ形式で書かれている。第2楽章は、と蝶々で主題が、カノン形式で提示され、それに4つの変装が続く。 1> 第1変装は、サティ、ジムのペリそっくりのオスティナートを持つ。第2変装は早く、第3変装は、フゲッタ、第4変装が終局。第3音楽章と、単調は3部形式で、中間部分についてホワイトは、第1次世界大戦中のストラビンスキーの土俗的な音楽が突然戻ってきたようだと言っている。ウォルシュによると、もともと2台のピアノのためのソナタは、 マトベイ・ベルナルトのロシア民謡集の編曲から始まっており、最終学章の中間部にそれが残ったものである。ありがとうございます。